エコーサミットカリフォルニア州8月31日アメリカ合衆国西海岸カリフォルニア州北部で爆発的に燃え広がる大規模森林火災カルドアファイヤーが迫るリゾート地レークタホ一帯の住民に8月30日緊急避難命令が出された即時避難命令が出されたのはシエラ・ネバダ山脈の高級リゾート地サウスレークタホ市と 湖のの岸に沿った約24キロの一帯通常であれば9月第1月曜日のレーバーデーの祝日まで観光客でにぎわうリゾートだが今は荷物を車に積み込んで退避する旅行者の姿が見られた。同地の病院では事前に50人を超える患者を安全な場所に避難させており最後に残った職員が30日になって避難を開始した。 シエラネバダ山脈北部とカスケード山脈南部には30日から31日にかけて国立気象局から火災注意報が出されている8月14日に出火したカルドアファイヤーはこれまでに新潟市の面積に近い717平方キロメートルを焼き尽くしており600個の家屋や建物が消失さらに2万個以上が炎上の恐れがあるというさらに カリフォルニア州全体では、10カ所以上で森林火災が発生しており、1万5000人を超える消防士が消火活動に当たっているが、建物2000件以上が焼失、数千人が避難を余儀なくされている。